コナミ、こんにちは、クーミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピ S やっていきたいと思います。今日はですね、プロスピフェスタをまったり回す動画にしていこうかなと思います。結構ね、溜まっちゃったんで800枚ですね。これをまあざっと回していきます。ちょっとね、もうやっていくんですけど、あれです、結構カットとか早送りとかももしかしたら使うかもしれません。で、集計室をいきなりチャンスタイム集計しつつやるんですけど、 OK、 3投以上で集計しようと思います。とりあえず1枚ですね。はい、まあ、821枚、うん、どうなんですかね。で、もう本当にエナジーがやばいですね。今カツカツで、試練で基本私やってたので、自操作ですね、自操作で2倍試練で基本やってたので、もうやばいです本当にグロいぐらいエナジーなくなっちゃいましたね。本当になかなか押せない。なんかエナジー結構回収できてていい。もうほんと取り立てに行こうと思います。で、チャンスタイムもなんか前回すごい渋かったんだっけな、うん、今回はいい感じできてくれてるので、おっ、 OK、 3投2枚目、どんどん行きましょう。で、やっていこうと思います。で、今日ね、本当は称号をね、ちょっと予告もしてたんですけど、同時チャレンジの称号もね、やって、称号チャレンジやっていこうかなって思ってたんですけど、ちょっとフェスタあまりにもたくさんチケット貯まったんで、これをまとめて引いていこうかなと思います。称号チャレンジはまた近々やろうと思ってます。で、称号もやるんですけど、あとね、ちょっとコラボ動画も実は撮ってて、そう、近々土曜日かな、13日くらいにアップされる、私の方ではアップされる予定なので、ぜひそれも見ていただきたいなと思って、ちょっとここで告知させていただきます。いいですね、3頭来ますね。ん ?3 頭かな。で、3頭以外は結構エナジーが多い。でね、チャンスタイムも来るな。コインがもう本当に得のつけまくって、今全然コインなくて、でもこれで6頭でいっぱい出るだろうと思って、全然今富の試練やってないので、これで6頭もいっぱい出ることに期待です。やっと来たOK、 2頭は普通に嬉しいですね。エナジーの引きがいいぞ。そう、まああとは1頭1頭がやっぱり欲しいですね。お、あ、いいですね、いいですね。ノーチャンスタイムから来ました。行きましょう。いいですね、いいですね。なんだこれはザクザク、もう特訓素材になるので本当にありがたいです。育てたい選手がまだまだいっぱいいる。 OK、 いいですよ。もう3頭でもいくらでも来てくれていい。チャンスタイムから3頭も全然あり。やっていきましょう。あとなんだ、もう割となんかマシンガンで喋ること喋ったような気がする。あ、新イベが来ましたね。皆さんもやりましたか、プロスピラビリンス。なんかコストが3つしかないっていう、1個コスト回復するのに3時間かかるっていうすごいイベントですけど、なんか前にパワプロで似たような感じのがあったってすごい聞きましたね。うん、なんか RPG ゲームですね、あれ本当に。ちょっとだけやったんですけど、面白いです、すごく。うん、なかなか衝撃的な突っ込みどころもいろいろあるんですけど、やっぱ何度言っても調子くんが可愛いですね。調子くんと旅ができるゲームです。うん、で、バット、剣の剣の代わりにバットを持って敵をね、打ち崩していくっていう、なかなか楽しい。装備品も、私今ね、攻撃力、ん?余ダメージ 200% アップみたいなのをつけてます。で、パワー10アップとかかな。なんかそれ以上今強いの出るのかな?なんか今まだ弱いとこしかいけないじゃないですか。なんか日時経過で強いところもいけるみたいなんですけど、今それつけてて結構、なんか普通に単打でも相手一撃で倒せて結構爽快なので、結構いいなって思うんですけど、結構ね、そういう装備品を集めたいというか、より強いのにしたいタイプなんで、こういうの使ってますっていうのがあったら、ぜひ教えていただきたいですね。なんかなかなか来なくなってきた。エナジー結構来てる。最後エナジーまで回収してやっていきましょう。もう200枚か。うん。ちょっとチャンスタイム来ないゾーンに来てますね。いや、ラビリンスはこれからのエリアが本当に楽しみです。ちょっと、ツイッターにもあげたんですけど、トゲの山に刺さってしまって、その時の調子くんの顔がね、なかなか衝撃的だったんで、見たことない人はぜひ見に来てください。はい。あるいはトゲの山にぜひ刺さってみてください。弱いならね、トゲの山刺さって大ダメージ食らっても全然いけるので、なんか野球の神様だっけ?なんか全回復してくれるお地蔵様みたいなのもいるしね。うん、あれ、なかなか、すごい新鮮。てか今日、イベント追加がね、来ると思ってなくて、フェスタってやっぱり忙しいじゃないですか。もう本当に、それどころじゃないのにって思ったら、予想以上にというか、びっくりな感じのね、新イベント来て、すごい良かったですね。やっぱ、調子くん好きにとっては、ああいう、お、来た来た来た、チャンスだよ。ああいうイベントは、うん、すごくいいな、っていうふうに思います。あとなんかあったかな?喋ること。あれです。ラビリンス以外、ラビリンスのことなんかまだあった気がするけど、そうだ、敵を倒すと250
ストック経験値がもらえるんですよね。それもなかなかありがたい。だからアイテム回収し終わった後もザクザク、敵を倒してストック経験値を貯めようかなと思ってます。であとあれを買いました。キャプテン買いました。今山崎康明選手をずっとキャプテン3100のねスピリッツキャプテンにしてたんですけど、ちょっと変えまして、お、そう、前半戦がね終わったということで、プロ野球なの でオールスターを迎えるというところで、ちょっとキャプテンを心機一転変えてみました。まあ、セレクションのね引きもかかってる来る場面なんでね、大事なキャプテン任命だったんですけど、千賀選手にしてます。はい、この前死者をつけることができたので、3130のスピリッツの、はい、キャプテンです。結構これは助っ人的にはいいんじゃないかなと思うので、ちょっと堂々とキャプテンにしております。で、写真変えてて、侍のお気に入りのね、ほんと画像の千賀選手なんで、さっきちょっと映ったかな、後でまたお見せしますね。はい、ちょっとね結構それで気分が上がってるって部分もあります。これカットします？どうかな、なんかここら辺はカットしてもいい気がしますね。エナジーでも結構来てますね。となんか喋ることあったか、難しいですね。まあ、ベイスターズは前半戦折り返しで借金2ということで、ちょっとまあね、最後勝ってね前半戦終わりたかったんですけどね、なかなか難しいところではありますね。さあさあ、まあ、オールスター楽しみですね。フレッシュオールスターもねやってますけれども、どうなのかな、みんな見てたりするのかな。あとあれ、ヤクルトのOB いっぱい集めてやってる試合、すごいあれ面白そうだな。フジテレビ2とかでやってるのかな、再放送あったら見たいですね。そう、イムチャンヨンさんとかガイエルさんとか出てる、あれすごい面白そうだよな。前に横浜でもね、シーズンオフですけど、ハマスター回収する前にレジェンドマッチって言って OB いっぱい集めて、まあ、現役の選手も混ぜながら試合したのがありましたけど、あれも最高に楽しかったですね。あれは現地で、でも自由席だったんで、ちょっと席取っといてもらって、すごいいい席で見たんですけど、すごい良かったですねあれ。まあ、小池さんもね、なんと、小池さんと、そう、なんかね、コーチで割と最近まで現役やってたのに呼ばれてないなって思ってたら、最後の最後で多分人が足りなくてかな、戦力的な人が足りなくてか分かんないですけど、呼ばれてグッズも出てね、すごい嬉しかったです。まあ小池さんはなんか内野やったりしてて、ちょっと不思議な感じでしたね。バリバリ試合には出てました。やっぱね、現役退いて長い人がああいうところでまたユニフォーム着て野球やってるの見るって、すごくなんか心が温まるというか、なんですかね、ほっこりするし、見れてよかったっていう、熱くなる気持ちもあるし、いろいろありますよね。ああいう試合はね、ぜひいろんなチームでもやってほしいし、他球団ファンからしてもやっぱり思い出深い選手、思い入れがあった選手とかもいると思うので、そういう選手がね、そういうところで試合に出てるのを見るのってやっぱ最高な、プロ野球ファンとしてはね、この上ない喜びだと思うんですよね。なんでどんどんやってもらいたい。さあ、残り336枚、どうですかね、チャンスタイムが出なくなってきました。ちなみに今のところチャンスタイムは、補助券 OK、 補助券回収は大事、またね1から集めなきゃいけないから。そう、今のところねチャンスタイム5回来てて、で3等は8枚で、2等の A ランク契約書が1枚っていう感じです。 でも個人的にはエナジー結構引けてるから、そんなに悪い引きじゃないような気がするんですけどね、どうなんでしょうか。最後に全部、まあ累計の分も入っちゃいますけど、エナジーどのぐらい取り戻せるか、いや相当ありました、本当に。いや、まあ試練、今回ね3人入れ替えて360、得の360の状態から3人入れ替えて、そこから特殊能力3人につけてたので相当大変だったんですけど、また360に戻せました。これね、1回360にするのも大変だけど、それ維持するのも相当大変ですね。どこまで頑張ろうかっていう感じですけど、まあ、せっかくね、おお、チャンスタイムやってきた。じゃあせっかくフェスタが来たので、これはもう大解放するしかないと思って、よし、おーし、いいですね。A ランク契約書2枚目です。まあ、B ランク契約書はね、チャンスタイム関係なしに結構来てくれているので、それにも期待しつつ見ていきましょう。エナジー来てますよね、結構。ちょっとどんな、普段どんな感じで来てたか忘れちゃったけど。あと230枚。どうかな、一等ってでも来るとき突然来たりもしますし、まあ、あとは、チャンスタイムの後の超チャンスタイムになってから来る場合も、ことも経験したことがあるんで、どうかな。やっぱりね、せっかくならね、動画撮ってる時に出てきてほしいんですけど、惜しいな。オッケーオッケー。
いいですね。3と10枚いきそう。今9枚なんで、とりあえず10枚目標でいこうかな。うん、あとだって200枚でしょ。だからこれサクサクっと割っちゃう可能性もありますから。あと気になるのはスカウトポイント以外は全部気になりますね。スカウトポイントは全然興味ないんですけど、そうコインエナジーもどのぐらい回収できてるか気になるし、うん、まあ、あとは1等が出るのか、2等ももう1枚出るのか、3等ももう1枚欲しいですけど、これもしかしたら動画にすると、お、来た来た来た。動画にしたらね、この5等の紫と3等の青のね、ちょっと見分けがつきづらいかも。なんか前回とか普段結構つきづらかった気がする。よし、10枚目。OK。うん、10枚。まあ、800、うん、どうなんですかね。800枚回して10枚、3等10枚。まあ、まあ、いいです。うん、ただでさ、やらなきゃいけない試練大解放だったので、それのおまけでいろいろもらえるっていうのは、すごくありがたいことだなと思います。これ早送りします、してるのかな、うん、カットどうかな、ちょっとなんかめんどくさくて全部流しとかになっちゃいそう。このなんかこの、おしよしよし、来た来た、このなんかフェスタの流れみたいなのを皆さんにもね、一緒にもう一回こう自分の分以外も回してる気分になってもらえるように、うん、まあそんな、まあちょっと早送りぐらいしてもいいですけど、してもいい。おし、超チャンスタイム来ましたね。初じゃないですか。はい、まあ超チャンスタイムだけどね、いいんですいいんです。さあ残りラストスパートですね。100枚になってまいりました。これ、あ、これどうか、あ、ダメだ、残りますね。ちょっと、まあまだ明日の3時までなんで、まだもうちょっと多分チケット集められると思うんで、これ終わってからもね、自主的にはやろうとは思ってるんですけど、うん、よしよし、まあせっかくならなんかそのキリがいいところで終わりたい。チケット枚数もなんか0、1とか2とか残っちゃうのちょっと気持ち悪いし、0にしたいし、なんかチャンスタイムの状態で終わっちゃうのが一番やだあるじゃないですか、もう最後チャンスタイムで来るでしょっていう時に全然来なくて、最後最終的にチケットが尽きて終わるっていうのがもう最悪なんで、それはちょっとなくしたいな。でも今日このままだとチャンスタイム来ないかも。来て、うん、まあ、イベント終わるまでにね、それ消化できればいいかなとは思ってるんですけど、え、マジでコインばっかり。まあ、コインもいいんだけどさ。最後もう一盛り上がり欲しいんだけど、あと6回か。もう一盛り上がり行こう。いきなり S ランクとか、渋くなってきた。すごい収束してる感が半端ないですね。さあ、あと3回。はい、おーし。上がってきたよ。上がってきてるよ。はい、ラストかな。ラスト。はい。おー、いいラストいいラストですね。はい、ということで、集計、ちょ、受け取りましょうか。821枚引きました。で、累計の分も込みですけど、エナジーとか、コインはこんな感じです。115円の時間は赤字だな、2倍で回したから。まあ、しょうがないですね。普通に回してれば全然、トントンぐらいじゃないでしょうか。で、5000コイン、2000スカウトポイント、スピメドル結構もらえるんですよね、累計。OK。で、今回いい821枚回して、チャンスタイム9回、超チャンスタイム1回、ちょっとこれ少ないかもしれないですね。で、3等が12枚、2等 A ランク契約書が2枚、1等が0枚っていう結果です。はい。まあ、まだね、イベントもうちょっと時間あるんで、自主的にもうちょっとやろうかなと思ってます。はい。で、あと、今後の告知としては、ちょっとさっきも言いましたけど、まあ、そのうち称号で同地を狙う菅野選手と、あと、柳田選手の同地を狙うチャレンジ。うん、やろうと思ってます。ちょっと両方ね、あんまり回数1回ずつだと思うんで、その回数はできないんですけど、まあ、それも結構真剣勝負でやろうかなって思ってます。あともう一個ちょっとお楽しみのな感じのちょっと楽しかったコラボ動画もう近々出しますんで、それは土曜日かな、13日に出す予定で、ちょっと今編集頑張ってるんで、よかったらそちらもぜひ見てみてください。はい、ちょっと今回はこのまま終わろうかな。ちょっと動画時間長くなっちゃってるんで、まあ、エンディングはまた今度ということで、今回はこのまま終わろうと思ってます。あ、覇王頑張ってます。異次元ちょっと360にした甲斐があるかも。ちょっとなんとか粘ってるんで、これで土日もね、いい位置でいけたらいいなと思ってます。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺で、バイバーイ、おつくみ。